注射打たれたい子はどこにいるのかしら。あー知ってます知ってます、もうレジの前で感動してきちゃって。 LNB ハイ LNB ハイ乱暴じゃないよレインボー、 LNB ハイ LNB ハイ乱暴じゃないよレインボー、イエーイ。はい、始め。みんなさんこんにちは、レインボーの時間よ。ということで今回はこちらじゃらーす。真っ黒いっぱいあるわね、ちょっと穴開いちゃってんじゃん。ここはい、セリアで買ってきたスクイーズやスライムを今回いっぱい買ってきたから紹介していくわね。はい、セリアはレンボボレ、みんな何だったかしら。せーの、セリアーヌー。わーすごい、大量ね、いっぱい入ってるわね。ちょっとレシート混ざってた。あー袋もう一個あったわね。ということで、いやーちょっと綺麗に並べてこうかしらね。はい、綺麗に並べれたわー、嘘つけー。ということで、まあ画面に収まんないよねこれなんでまあ簡単に紹介すると、クリアジェルを3色ね、これピンク、青、黄色、進化してる不思議なキラキラジェルっていう、このあのクリアジェルにラメが入ったやつが、3色、これ赤、黄色、緑かしらね。あと不思議なもちもちジェル、これを買ってきたわね。で、まあ、ここまでを音フェチに使えばいいかなって私は思って買ったのよね。で、あとの 1,2,3,4,5,6,7,8 があるんだけど、じゃあもう、温泉まんじゅう、じゃあ次回紹介しちゃうわね。で、今回紹介するのが、このスクイーズ4つと、スライム注射っていうのがあったから、これ、今回紹介していくわね。まずはスライム注射っていうのこれ見つけちゃったから、紹介していくわね。スライムが注射器から出てくる。面白そうね、これ。楽しい遊び方。てか、私結構、ウィスパー、妖怪ウォッチのウィスパーに似てるってよく言われるのよね。何なのかしらね。はい。ボトルの蓋を開け、注射器を差し込んでピストンを引き、スライムを吸い上げます。ジュルルルルルルー。ピストンを押すとスライムが注射器の先から出てきます。どうも。ということで紹介していくわよ。開けていくわね。ウィッス。まずこれを開けるのね。すごいわね。これで吸えばいいの？これで。あ、違うわよ。こうやってやるのね。あ、これで引けばいいのかしら。あー、来た。怖い怖い。何これ怖いんだけど。なんかスライムなのに。スライムじゃなく本当に、血みたい、怖い、私怖い、こういうの無理無理、怖いわよ。あー吸えたかしら。まあ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 、ちょっと吸えてない部分もありそうだけど、まあこんな感じかしら。はいはいはい。あ、面白い、これ面白いわね。でこっからドロドロロってできるのに、出てきた。冷たい冷たい冷たい。あ、これ何？面白い！いいわね。はい。まあ、こんな感じかしらね。で、またここで、こうやって、吸える、みたいな。あ、吸ってる吸ってる。あ、減ってきた。面白い面白い。これ面白いわよ、みんな。いいわね。で、なんか、こういうドロドロした感じの、スライムね。はい、ということで、レンボの愛たっぷりの注射、打たれたい子は、どこにいるのかしら。打っちゃうわよー。愛の注射。スライムちゃんの注射。打っちゃうわよ。あ、吸えなくなっちゃったわね。あー、待ってる。いや、これ面白いわね。いやー、注射ごっこができるわね。スライムで。いやー、結構、吸っていくのが、何言っていいかわかんないわね。スライムを吸っていくのが、すごい面白かったわね。すごい、おすすめです。そして、これ、癖になる感触、リアルプルプル寿司。なんかスライムまだ残ってる、私の手に。これ、紹介していくわね。100均に、セリアで売ってたのね。これは、お寿司。あ、すごい、プニプニしてるわね。こっちも、あ、米の方もプニプニしてるけど、こっちの方が、ブヨンブヨンしてる感じね。で、こっちは、ま、何かしらね、不思議な感じの、まあ、お米にすごい近い感じで、すごいリアルでおすすめね。はい、じゃあ最後に、この3つ、じゃあ紹介していくわよ。ウィスー、ウィスー。あー、知ってます、知ってます。あの妖怪はですね、キャーン！いや、そんな、もうウィスパーの真似とかじゃないわよ。私が言いたかったのは、そう、あのね、100均で、スクイーズとかスライムが売ってるコーナーを私がうろうろしてたのよね。そしたら、なんか、ちっちゃい男の子がいて、で、なんか、
その子もスクイーズかスライムかなんかを買いにお母さんと一緒に来てたのよ。本当にちっちゃい子なのね。で、ないかなみたいな探してて、で、そこになんか、あ、これとこスクイーズなんじゃないのとかってお母さんが言ってて、で、そしたら私も紹介したマカロンのスクイーズ、100均のあったじゃない。で、あれが、あ、マカロンがあるみたいな。そしたらその子結局レインボー色のマカロンをレジに持ってって買ってったの。それだけ。どうでもいい、どうでもいいかなしら。いや、私にとってなんか感動しちゃったのよ、その時。いや、てかなんか、いや、その子は多分視聴者じゃないかもしれないんだけど、視聴者のみんなも、あ、レンボさんはレモン色のマカロンスクイーズ紹介したから、あ、これ買おうとかって、ああやって思いながら買ってくれてんのかなとかって思ったら、もう私もうレジの前で感動してきちゃって、いや、もう何もないわ。はい、じゃあパン紹介していくわね。いや、なんかあんな感じなのかなと思って、みんなもなんか嬉しかったわね。みんなは私のことこうやっていろんな動画とかで、ね、見えてるけど、私はみんなのこと見えないからね。なんかコメント欄だけだと、そうね、まあ仕方ないわね。でもあんな感じなのかなと思って、いつか視聴者に出くわす時あんのかなって思っちゃうね。はい、ということで、これは意外とこれがすぐ戻るわね。で、あ、ドーナツいいわね。え、ドーナツすごいいいわよ。見ててちょうだい、ほら、え、すごくない？このサイズでこんな低反発ある。で、ホットケーキはこんな感じね。まあまあまあ、ホットケーキも意外といい。あ、いいわね。で、クロワッサン、クロワッサンが意外と高反発だったのね。物に合うのかしらね。意外と高反発ね。すぐ戻っちゃうわね。でも可愛い、どれも。で、ドーナツが一番やばいわね。上がこのテカテカしてて気持ちいいっていうのと、すごい低反発っていうのがあるわね。でもホットケーキもなかなかやってくれるわね。あ、ホットケーキもいいわね。1,2,3 っていう感じかしらね、私としては。まあ、どれもいいわね。でもどっちかって言ったらこの2つがおすすめっていう感じね。はい、ということで今回もいろいろ100均で買ったセリアのスクイーズスライム、いろいろ紹介してみたわよ。まあこうやっておすすめとか、これはちょっとあんまりできればおすすめしないとか、いろいろね、紹介動画で分かってもらえればなって思うわね。まあそうやって100均にみんなも行くんだなって思っちゃうわね。いやー、いいわね。ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。皆さん今日もありがとう。こんな感じのチャンネル、こんな感じのチャンネル、こんな感じのチャンネル、今日も明日もみんな頑張れる、レンボーチャンネルまで、またおいで。